める。当たらんでしょうがね。こうなったらもう当たらんでしょ、その攻撃はね。そして私はこちらからこちらからやつを打っていくんですが、ちょっと微妙だな。カモン、お前たちカモン。よし来た、よし来たぞ。そして反応しないね、こいつら。無反応かも。うわーって言われてるけど、おい、うわーって言われてますよ、お前たち。お前たち、うわーって言われてるけど、お前たち、おい。はい、どうもおかみさんです。いつもご視聴ありがとうございます、よかったらチャンネル登録とツイッターのフォローもよろしくお願いします。はい、ということで、前回ですね、うちのソルジャー部隊にバーサーカーと戦わせようとしたんですが、全く戦いませんでしたね。いや、予想通りといえば予想通りですけど、もう一切知らん顔でしたね、後ろでギャーギャー言ってるにもかかわらずですね、完全無視でしたね。完全無視でした。ということで、やはりここは一人でやるしかないんでしょう。一人でやっていきましょうか。あ、取れないね、これ。よいしょ、 OK。 一人でやっていきましょう。まあ一人でやるんならね、あんな正面向いてやらなくても、横向けちゃっても別に大丈夫なんでね、あの家をね。で、倒したとこ家壊せばいいからね。多分ね。うん、ということで、ちょっとやっていきましょう。また再び、家を作るのはまあ同じですね。家を作るというパターンは同じで、ただね、家斜めにするかな、今回はね。向こう側に行く必要がなくなったので。向こう側に行く必要ないですからね、今回はね。それで家に入れればいいからね。こんなもんでどう？行き過ぎ？あんまり行き過ぎるとね、困っちゃうんで、これぐらいでどうだな。これぐらいでどうだ、いけるかな。あんまり奥に作りすぎるとね、建築のところで、あの、相手が出てきちゃったら建築できないからね。微妙な位置関係が必要ですよね。で、これちょっと斜めにしたので、向こうからはもう入れないですね。で、窓から撃っていく感じかな。あ、ちょっと待って、切り来ちゃった。キリ来たらどうなるんだ、ゾンビ来んのかな。ゾンビ湧いてきたらうざいね。あ、終わった。はい、ということで入っていきますね。出てきた、来るかな、どこにいんの。あ、いたいた、来た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 。これ当たらんでしょうがね。こうなったらもう当たらんでしょ、その攻撃はね。そして私はこちらからやつを打っていくんですが、ちょっと微妙だな。ちょうどあれだな、ちょうど当たんない。当たるか、当たるね。あれ、死んだの。ちょ、待って、一撃で死んだんだけど、どういうこと。どういうことだお前。ショットガン一発で死んだやないかお前。なんでなんでなんで死んだの。なんで死んだのか、まさに謎なんだが。そんなことあるね。そんなことある、マジでマジでね、ガチで。バグですかね、これね。バグなのかな。一撃一発で死んだんだけど。ちょ、待って、せっかく苦労してさ。せっかく苦労して、この今までの戦いは何だったんですかっていう話になるよね、これね。本当に今までの戦い何だったのよ。ねえ、苦労してたのに、今まで。それがまた面白いところだったのね、その苦労するのがね。そして俺、向こう行けないじゃんね、やっぱね。壊さなきゃいけないか。まあ壊せばいいんだけどさ、これ別に。ねえ。斧で壊れるかな。斧で壊れるかな。何だったんでしょうか、果たして。果たして何だったんでしょうか。ハンマー持ってくればよかったね。ハンマーのが強いでしょ。まあでもこれも壊れないことはないから、まあいいか。
はい、壊れた。はい、壊れましたとさ。よいしょ。あ、死んでるわ。あ、されんの。あ、なんか持ってた。あ、前も持ってたね、このブループリント青写真ね。持ってなかったっけ。多分今使い道ないんじゃない、現状。現状使い道ないんじゃないかな。めっちゃ武器いっぱい持ってきたのにさ、全然関係なかったじゃん、お前。どうしてくれるんだ。まさかの一撃で死ぬとは思わんかったわ、本当に。全く困ったもんやね。で、この奥にちょっと行ったことないんで行ってみましょうか。一回だけね、あ、一回も行ってないか。上に上がっただけか。この辺何があるのかな。あ、なんか光ってる。お、さっきも取ったけどね、これね。またクランクがあるじゃん。取れないよ、しかも。当たり判定微妙すぎるやろ、これ。当たり判定微妙すぎるやろ、取った。はい、オッケー。ということは、発電機あるの？あ、発電機あるわ。発電機というか、なんだかわかんないけど。ガシャッ。これ電気つくんかな？あ、ついたついたついた。あ、オッケーオッケーオッケー。おぉ。戦いやすくなったね、これでね。まあ、やつがまた出てくるのかどうかちょっとわかんないけどね。この板は拾えないのかな。で、あー、世界地図ですね。世界地図。ここが今どこなのかわかんないけども。なんか、アイテムがあるわけじゃないの。そういうわけじゃないの。アイテムある。まあまあ、さっきの青写真が、ブループリントが取れたっていうのはまあ、収穫ではありますけどね。それだけ。あそこに扉が扉があるけども、あんまり電気ついたとはいえあんまり明るくないね。うん、こっちはいけない。あ、電気ついたね。でもこっちもね。あ、でもいけないんだね。壊れない、これ。壊れないね。壊れるものじゃないのね。壊れるものじゃないのね。うん、そうか。まあ、これ以上はいけないっていう話ですかね。持ち物いっぱいすぎて持てないんで、採掘したいけど採掘もできないね。まあ、銃一発しか使ってないから別にいいっちゃいいんだけどね。ここもいけないの。向こうは、向こうに続いてるけどね、一応ね、なんかね。まあ、でも入れないでしょうね。そこにスピーカーついてるのかな、これ。よいしょ。ダメだ。結局、まあ、こいつを倒して、なんかこのブループリント。これを手に入れただけですね。キーアイテム。キーアイテムなの、これ。あ、キーアイテムだった。これキーアイテムなんだ。へぇ。なんだかわかんないけどね。まあ、青写真だから設計図だよね、これ多分ね。ブループリントってね。待って、use for unlock new structure building。 ん？あ、でも使えないもんね。新しい建築がアンロックされるというようなことは書いてありますが、使えないですね。はい。ということで、なぜか一撃で倒してしまったんですが、今回この辺にしときましょうか。何だったんだよ。今までの苦労は何だったんだって話だよね、本当にね。何、ショットガン一発で死ぬとかさ、ありえないでしょ。あんなに硬かったのに、今まで。ねえ、アサルト60発撃ち込んでも全然平気だったのに。どういうこと、本当に。どういうことですか。このゲーム。このゲーム、本当わけわからんわ。はい。ということで、まあ、帰りましょう。はい。帰りましょうか。いっぱい武器作ったのにな。全然意味なかったじゃんね。はい。ということで、じゃあ、今回はこの辺にしときましょう。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録と、Twitter のフォローもよろしくお願いいたします。大神さんでございました。またね。